小松基地所属の航空自衛隊 F-15 戦闘機の墜落事故原因を防衛省が空間死失調と推定しました。今回はこの F-15 戦闘機の墜落原因、空間死失調を詳しく見ていきますね。F-35A ステルス戦闘機でも同じ墜落が起きています。衝突回避機能を搭載しとくべきです。2022年は航空自衛隊の F-2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発についてアメリカとではなくイギリスとの共同開発を主軸とする方向が打ち出されたことがこれまでにない初の試みとして大きな注目を集めている。また現在の航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーチン社の手になるいわゆる第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2が最新鋭機であり、通常滑走路使用の A 型、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型を合計で147機調達中である。ただし、数の上では、旧マクダネル・ダグラス社、現在は、ボーイング社の F-15 イーグルを、三菱重工業社がライセンス生産した J 型が、2022年8月時点でも200機配備中で、未だ、航空自衛隊の戦闘機の主力を担っている。F-15J イーグルは、今から45年前の1977年の末に、航空自衛隊の正式戦闘機に採用され、厳密には、短座の J 型が165機、複座の JD 型が213機調達されたが、事故等で13機を失い、200機が、現在の残存機体数となっている。F-15J イーグルが採用された当初は、高価で、高性能7個の戦闘機を、本国のアメリカに次ぐ数を調達したことに対して、アメリカに忖度した、政治的な判断だとも批判されたが、今の F-35 ライトニングに批判と論旨は、ほぼ同様だ。つくづく、反米、反軍事の観点の勢力から、発せられる批判、非難の論旨というものは、悪い意味で、戦後一貫して唱えられてきたことだけは確かだと思えるが、日本を取り巻く安全保障環境の悪化は、目に入らないのだろう。さて、2022年現在で、45年もの長きにわたり、日本の防空を担っている主力戦闘機だけに、その期間の中では、少なからず、トラブルが発生することは避けられず、時に、搭乗者の落命を伴う、痛ましい事故も起きているのが事実ではある。そうした中で、最も最近のものは、2022年1月31日に、石川県の小松基地所属の機体、JD 型が、夕刻の離陸直後に、日本海に墜落した事故であり、副座式ゆえに、2名搭乗していたパイロットは、いずれも帰らぬ人となる、痛ましい結果となった。この痛ましい事故を受けて、小松基地においては、以後2022年3月10日までの期間、通常の F-15J イーグルの訓練飛行を休止しつつ、日本海側の唯一の戦闘機配備拠点として、領空侵犯の恐れに対応する緊急発進任務のみを行った。これらと並行して、今回の墜落事故の調査は進められ、事故機のフライトデータレコーダーの回収と、その内容の解析が行われた結果、F-15J イーグルの機体本体には異常はなく、2名の搭乗者が、いずれも空間式失調に陥ったことが原因とみられる。航空自衛隊では、F-15J イーグルの機体には事故原因はなく、2名の搭乗者が空間式失調に見舞われて、今回の痛ましい墜落事故に至ったとする調査結果をまとめ、地元自治体である小松市にも、その旨を報告し、理解を求めている。今回の F-15J イーグルの件に限らず、少なくない航空機の事故において、その原因として挙げられることが多い空間式失調だが、これは、当該の機体の操縦者が、当日の天候等の条件によって、時期の、
正確な進行方向や現在位置等を認識できなくなることを言う。空間識識超派英語ではバーティゴとも呼ばれているが、主として航空機等の操縦者が降天等に伴う視界の悪さや夜間の飛行等で陥ることが多いとされ、体調のいかに関係なく平行感覚に齟齬が生じるもので、熟達者にも起こり得るとされる。この空間識失調に陥った場合には、操縦者が自身の感覚で認識している機体の状況と機体の計器類とが表示する数値が全く一致しないため、本来であれば計器類の示す状態を正として対処を行うことが最善の方法だと言われている。しかし、熟達した操縦者であろうとも人間である以上、自身が知覚している状態をもとに機体の操作を行おうとする反射的な動きは避けがたく、最新鋭の F-35 ライトニング2等ではこれを回避する制御機能も実装されている。今回の F-15J イーグルの事故の場合、同機は小松基地の飛行共同軍に所属する機体であり、当時前席で操縦を担当していたのが一等空佐、後席でサブを担当していたのが一等空尉であり、両名ともに熟達した戦闘機等搭乗員だった。航空自衛隊の飛行共同軍は全国の戦闘機搭乗者の技量の向上を図るために、その指導を担ういわゆるアグレッサー部隊であり、同隊の中でも指折りの技量を有した搭乗者が集められていることでも著名な部隊である。今回の痛ましい殉職によって、各々が1階級の特別承認を受け、空将補と三等空佐となった搭乗者2名ではあるが、ことに前席でメインの操縦を担当していた空将補はブルーインパルスの隊長を歴任したほどの操縦技量の持ち主だった。またこの空将補が空間識失調に見舞われたとしても、後席の三等空佐が無事であれば代わって回避行動を取ることも物理的には可能だったと考えられるが、今回はその形跡もなく、2名が同時に空間識失調に陥ったとみられている。今回当該の F-15J イーグルはフライトデータレコーダーの回収が行われたことで事故当時の状況が解析されており、それによれば、搭乗者2名は、海面に墜落するわずか2秒前まで、その状況であることに気づかず、回避行動が間に合わなかったとされる。事故当日の F-15J イーグルは、夕刻の17時29分に、小松基地を離陸、両機と2機編隊を組む2番機として、共に、訓練飛行で、空に上がったが、上昇して、すぐに、雲の中に入り、右への旋回を行う過程で、搭乗者2名が、空間識失調に陥ったと見られているのだ。そして、実に小松基地を離陸してから、わずか53秒という時間で、最高到達高度およそ650メートルから海面へ向かって降下していき、海面の直前で気づくも、機体の操作は間に合わず、緊急脱出装置も未作動のまま墜落した模様である。航空自衛隊での墜落による死亡事故としては、2019年に青森県の三沢基地所属の F-35 ライトニング 2A 型でも発生しているが、同機は、前述したように、このような場合に備えた制御機能を実装し、対策を行っているが、F-15J イーグルには、こうした物理的対策が備わっていない。それでも、日本の防衛のために、F-15J イーグルの使用を休止できない航空自衛隊としては、空間識失調に対する搭乗者への指導と訓練を強化し、対処方法の習熟を図るほか、将来的には、衝突を回避する制御機能の実装も検討するとしている。今回の事故は、航空自衛隊としては、
合計で11機目で、ことに複座型の DJ 型に限っては4機目であり、機体そのものを事故で失ったケースはこれで12機目となったが、ここまで離陸後わずか53秒という短時間で墜落に至ったことは皆無だった。最新鋭機の F-35 ライトニングにと異なり、現実的には今後近代化改修を施しながら稼働を継続する一部の F-15J イーグルに対して物理的な制御機能を実装しようとするのは予算的に考えても正直厳しいのではないかと思える。領空侵犯に備えた緊急発進任務は、中国等の航空機による南西諸島方面への圧力の増加に伴い、回数的にも比例する傾向が著しいが、地対空ミサイルでの追尾等など有人戦闘機のみに頼らない施策も検討するべきではないだろうか。